こんにちは。プロスペースを巨人純正でやっていますペイです。先日の更新でポジション追加として一塁手が追加されました。巨人では中田翔選手が登場しました。ご覧の通り中田選手めちゃくちゃ強化されてます。この強化によってもともとアニバーサリー1弾2弾ともに取りに行こうと思っていた方はいいんですけど、片方だけ引こうと思っていた巨人純正の方はアニバーサリーでどちらを取りに行くべきか悩んでいる人も多いんじゃないでしょうか。そんな方のための動画です。ということで今回の動画では本日登場した中田選手の能力解説をしていき、アニバーサリーはどちらを取りに行くべきか私なりの解説をしていければと思います。最後には期限が迫った契約書の開封もしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではプロスペースの巨人の情報を巨人純正目線で解説しています。巨人純正の方にはもちろん、そうでない方にも有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。皆さんのチャンネル登録、高評価、コメントが非常に私のモチベーションにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは本題に行きましょう。まず本日登場した中田選手、以前出したこちらの動画では C ランクの中田選手を見て解説していたので、かなり渋い査定だなと思っていましたが、今回ちゃんと強化して登場してくれましたね。弾道パワーヒッター、ミート69、パワー77、走力62の完全パワー型で登場しました。シリーズ1から比べるとミートはなんとプラス10、パワープラス1されています。これは大強化と言っていいですね。称号でパワー A が狙えるようになりました。アニバーサリー登場時の能力はミート70、パワー78、走力63になり、デフォルトでミート B に乗ってくれます。見栄えとしてはかなり良くなりますね。称号でのパワー A も狙いやすくなります。そして守備、こちらも以前の動画で触れましたが、守備適性プラス2、補給プラス3されています。あの王さんをしのぐ能力になっていますね。しかも特殊するとスローイング B、 権力 A という外野手や捕手で使いたくなるような能力になりますね。一塁手としてはちょっともったいないくらいのめちゃくちゃ高い裏ステータスです。そして特能は固め打ちが存在感に変わっています。これもプチ強化ですね。そしてこちらは余談ですが、 A ランクの高梨さんも登場しています。詳細はこちらの動画でも解説しているので割愛しますが、第一特能がシリーズ1と変わらず超大ピンチであることが判明しました。これは一安心ですね。ではここからはアニバーサリーで坂本選手、中田選手、どちらを取りに行くべきかを解説していきましょう。結論から言うと両方取りましょう。まあそれが理想ですよね。ただそんなことを言ってしまうと本末転倒なので真面目に解説していきます。まず第1弾で坂本選手、第2弾で中田選手の登場が決まっています。ではアニバでの能力を確認していきましょう。坂本選手はまだ S ランクが出ていないので能力の確定はしていませんが、ほぼこの能力で確定でしょう。ミート79、パワー78、走力74での登場が予想されます。アニバ登場時のプラス1の恩恵がめちゃくちゃ大きい選手です。通常版ではミートパワーのどちらかしか A にできませんが、アニバ坂本さんであれば星3称号の飛ばし屋でミートパワー AA の同値が可能です。これがアニバ坂本選手を取る最大のメリットだと言えます。またアニバ第1弾まではあと2ポジションくらい追加されそうですが、それまでにショートが追加されるのかどうかというのも微妙なところです。その点でもアニバ坂本選手を取りに行くメリットは高いのかなと感じます。そして中田選手、アニバ登場時はミート70、パワー78、走力63での登場が予想されます。アニバのステプラス1の恩恵を全く受けないわけではありませんが、通常でもパワー A が狙えます。それに通常 S ランクがもう登場したので、アニバーサリー第2弾の開催までに S ランクが当たるという可能性もありますよね。そうなってくるとアニバ中田選手の優先度は下がってきてしまいますね。ということでまとめますと、巨人純正の方がアニバーサリーで獲得すべきは坂本選手ということになります。これには異議ありって人もいるかもしれませんね。まあでも登場のタイミングとかプロスピの能力的なことを考えると、坂本選手は貴重なミート型ですし、やっぱりアニバ坂本選手の方が重要性は高いかなと思います。特に通常 S ランクの中田選手が当たった場合は間違いなく坂本選手を取りに行くべきでしょう。ただ例外があります。それは
写真が欲しい場合です。これに関してはもう登場のタイミングとかプロスピの能力なんて関係ないんで、感性の赴くままに撮りに行きましょう。どっちも欲しい。累計無料配布で当たらないかな。では最後に期限の迫った契約書の開封をしていきます。残り1日の S ランク確率 10% 契約書が1枚、ドリームキャラバンで集めた残り4日の S ランク確率 30% 契約書が8枚、ゴールド契約書1枚の計10枚、まとめて一気にいっちゃいたいと思います。残り4日の契約書は厳密には次のポジション追加を持ち越せそうですが、まあ引いちゃいましょう。お願いします。ほい。 30% 契約書が8枚ありますから、少なくとも2枚は S ランク出るでしょう。よし、1チームだったら最高。直樹、ここか、ここか。ほい。いやー、高浜さん、もう1枚。大丸、もう1枚。いやー、もう1枚来た。うわー、自チームだけど、まあまあ、よしよし、オッケー。銀次郎、まあまあの引きですね。何やら次のポジション追加は下手をすると11月8日まで来ないかもということらしいので、ちょうど経験値 1.8 倍に加えてクロスピトレジャーも来たので、追加で契約書を開封していきたいと思います。ゴールド契約書が20枚、 S10% が5枚、 S30% が2枚、 S 契約書が2枚、自チーム A が3枚あります。ではゴールド10枚から。少なくとも A ランクは1枚欲しい。いいよ、紙吹雪。いいよ、さあ光れ。割れろ。まあまあ OKOK、 A1 枚でも十分美味しい。平さん、まあ OK。 ではゴールド契約書20枚目まで。さあ B ランクだけはやめてくれ。よし、いいよ、いい引きだ。引かれ。割れろ。まあ OK、 A が出てくれるだけありがたい。ナイス、もう1枚。 OK、 得意者要員、もう1枚。加山さん5枚目、4枚渡り。ウーネンティン、 A4 枚はでかい。次は S ランク確率契約書と自チーム A 契約書ですね。合わせて9枚でした。さあ S ランク2枚欲しいよ。いやー、演出渋い。大丈夫かこれ、割れるよね。うわー、やばい、全部 A 説ある。うわー、襲名か、どうなるんだろう。いやー、 S ランク出ない。いやー、渋い。 A ランクはね、ビエラが欲しい。今年対談するかもしれない、ビエラをください。がー、中地 S ランク0でした。最後に S ランク契約書2枚で締めます。巨人のシリーズ2の選手が当たったら大歓喜。まあ演出は関係ないからね。さあ、いい引きしてくれ。そろそろこの演出も飽きたな。さあ来い、荻野さん、もう一人。いやー、マジか、シリーズ2だけど、どっちも。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画ではアニバーサリー坂本選手、中田選手、どっちを取りに行くべきか問題について解説していきました。坂本選手を取ると決めていた方も、中田選手の能力が上がったのを見て欲しくなった人も多いんじゃないですか。写真もまためちゃくちゃかっこいいんですよね。ほんと写真だけでも欲しくなっちゃいますよね。アニバーサリーは坂本選手を取るって方、中田選手を取るって方、
両方取るに決まってんだろって方、ぜひコメントで教えてください。ということで、今回の動画が少しでも面白かった、ためになったと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。